うわ、なんか一気にリンクじゃない。くそ、肉がゲットできるかと思ったのに。でもこういうとこってなんかあれやね、また誰やった、ジーガ族やったっけ。うわ、びっくりした。ジーガ団かが現れそうな感じの場所やね。はい、弓ゲット。弓ゲットはいいんやけどさ、私的には、矢が欲しいよね。この槍全然効かねえ、弱。弱。まあ、あれよね、攻撃力2やもんね。やばいよね。あ、ここも、来たよ。これはどうすればいいんかな。この辺になんか、あそこに多分、はめ込めばいい感じやね。マグネキャッチ。違う。はい。そして、この上に。入る？よっしゃー。来た。うわ、見つかった。コログの実ゲットー。またねー。もう最近さ、何の会話もなくって感じよね。夜は眠い。雨の日の壁登りはベテランの俺でも難しい。無理せずどっかで雨宿りするといいかもな。ところで、旅先で仕入れた商品が。あ、てかさっきの人やん。ああ。何？こんなとこまでまた来たの？おう、敵現れたよ。何？おじさん逃げた？おじさんちゃんと逃げたかい？あ、ボコ槍壊れたし。はい、ボコブリンの骨。自分の骨でやられる気持ちはどうだ？よいしょ。おじさんは？ああ、あんなところに。なんか蝶見てるけど、こっち。あ、もう旅人の弓は拾えんのか。おし。もう安全よ、おじさん。まあ、去った方がいいけどね。ゴブリンの骨じゃ壊せんか。さすがに。あ、これ松明やし。ちょい待って。松明はちょっとやめといた方がいいよね。あ、出た。この辺の鉱石とかもさ、多分売ったらいい値段になるんじゃないかなと思うんやけど。なんかところどころに。水が、あ、ここかかりこ村じゃね？ここかかりこ村じゃね？なんかあそこ矢刺さってない？なぜ？なんか狙われたの？村。なんか村狙われたの？ほら、かかりこ村やん。矢懐かしき。矢懐かしき、歩いて帰ってきたよ、私。なんか、かかりこ村を抜けた、木の枝いらんな。抜けたあたりに、あるね、あの、うつしえの、場所。何あれ、畑が燃えようかと思った、びっくりした。家に戻るとするかの、装備とかもさ、ちょっと整えたりとかしたいんやけど、あ、お供え物。もらって行きます。はい。っていう最悪なね。最悪なね。まあ。この辺の装備、高いかな。なんか一応さ、え、装備どこやっけ？この辺じゃないの？あ、そっか、あっちの方か。こっちの方？なんかこの辺にさ、予備校のお姉さんみたいなの立っとったよね。多分、あ、ここ。頼もう。服はいかが？ハイリアのフード。あ、この辺安いね。この辺一般的な装束。こっちは何やっけ？絹ずれの音を徹底して抑える工夫。静かさ、あ、そっか、静かさアップね。でもこっち高いな。こ
こっち高いね。なんかさ、シークってこんな感じの格好してなかったっけ。じゃ、まあとりあえずはこっちか。ファイリアのフード買います。大切に着てくださいね。ハイリアの服。うん、買おうか。120ルピー。買います。あー、一気にお金がなくなった。とりあえず、着替えってどうやってやるの？着替えって。あ、ここか。ここか。しばらく着替えてなさすぎて。ほい、そして、ハイリアの服。うわ、なんか一気に、リンクじゃない。だいぶ変わったね。リンクっぽくないわ。まあ、とりあえずこれで多少防御力上がったでしょう。あ、カンギスさんや、久しぶり。どうした？またあの絵の場所のことを知りたいのかね？教えてください。うん、この門と雪山の伝いだな。この村からずっと東に行くと大きな雪山がラネール山。ラネール山のふもとのネルドーラ雪原の西。竜の住む聖域？すげえな。え、でも竜は見かけたことあるよ、私。ね、2、3回ぐらい出てきたんやね。攻撃もされたりしたけどさ。今なんかおったよね。木登ってったよね。気のせいかな。リス？トカゲかな？あれ？こっちじゃない？村の中？あ、違う、あれインパか。え、あれインパ？いや、写し絵の記憶。そういうこと？え、私これを目標にやってきたのにさ、あれですか？写し絵の記憶、見て、最終的な目標値が示されてただけってこと？インパの家やんね。あ、なるほど、そういうことか。え、じゃあちょっともう一回教えて。そうそう、もう一回。どこって言った？ずっと東、ラネール山。ラネール山のふもとにあるネルドーラ雪原の西。ネルドーラ雪原の西。ラネール山。ちょ、待ってね。いや、違う。あ、もしかしてこれ、設定する場所を変えれば、また別のことが聞けるとか、そういうことはあるんじゃないの？違う？マップ。あ、削除とかあるんや。危な。ずっと東。ずっと東にラネー、あ、この辺、ラネール。ラネール大地。ラネール山は？どれ？こっち？ラネール高地。ネルドーラ雪原。めっちゃやん。まだ行ったこともないような場所ってことかな？あ、でもこの辺までは行っとる。ネルド、あ、あっこか。ちょっと別な絵に設定して、それを見せてみようか。これは？え、なんか、空飛ぶ謎の物体が映っとるけど。じゃ、これは？同じこと言われるかな？あ、もうここしか教えてくれんねや、この人は。ネルドーラ雪原の西。ネルドーラ雪原の西。え、じゃあとりあえずこれで、ちょっと待ってね、何回も。ネルドーラ雪原のふもとの西側。じゃあとりあえずまたこの、果ての古代研究所あたりに行ったらいいんかな？ワープ。はい、来た。
果ての古代研究所、なんか久々やね。そうでもないかな。私的には超久々なんやけど。あ、あの辺のつけたやつって消えんのやね。あの青い炎。で、要は、ネルドーラ雪原。あの、私が前に行ったさ、あの雪山のあたりってことやろ？あっこのふもとってことやろ？ラネールさん、あれかな？あー、コログね。あー、コログね。マドロナさん、ラネール連邦。なんかこう見たら結構遠い。アップにしたら結構遠いな。ネルドーラ雪原の西。この辺りってことか。あ、何の音かと思った。もうボコブリの腕の音か。ボコブリの腕の音っていうのもあれやね。この辺何？リンゴが鳴っとんかな、もしや。果ての村。あ、うん、リンゴだね。リンゴがいっぱい鳴ってんだね。この辺り何かしらありそうなんやけど、なんもない。なんかこうさ、違う違う、吹き飛ばしたりとかできんの？はあ。さ、うわ、びっくりした。え、めっちゃびっくりしたんやけど今。リンゴはいっぱい落ちてきたけど、いや、超びっくりした。焦る。とりあえず何にもなかったね。木倒しただけやったね。じゃあそのラネール、あ、まずあっこかな。まずあそこの、あの祠に向かってみようか。見えるしね、こっから。ま、見えるけど、遠そうやけど。あっち側、あ、あそこの海の中の祠もちょっと気になっとんよね。でもあっこまで泳ぐには多分まだね、頑張りゲージが足りんと思うけん。頑張りゲージをもっと貯めてからあそこには向かおうと思うよ。ことはまたここ、あの崖ら辺を越えていかんといかんのよね。あ、よかった。死んだかと思った一瞬。あそこはまだ全然大丈夫やったんかな。さあ、あっこに向かっていきたいけど、これ山越えんといかんのかな。まあ、山越えた方が楽？近道かな。ぐるっと回っていくよりも。それにいつ雨が降ってくるかわからんけんね。雨の降ってないこの状態の時にちょっとでも近づいていった方がいい気がする。それなんかさ、あれじゃない、どこの祠でさ、うお、どんないいものが手に入るかわからんけんさ。しかもなんか、なんとなく、あれじゃない、ちょっと道具の使い方の勉強にもなるやん。あの、はゆなんちゃら、前回行った祠でもさ、あのね、ビタロックの使い方を、今まで普通にこうやって冒険してきてビタロックなんか使わんかったけんね。え、なんかフィールド上とかでも使うような場所あるんかな？これはなんかあれだな。どう行けばいいかな？ここまで来たのはいいけど、歩ける場所がちょっと少なくなってきたよね。ここ上がったらだいぶ歩けるかな？びっくりした。敵がおるんかと思った。崖に張り付いとると思った一瞬。火の粉か。ゴーゴーだけか。あ、ほらほら、この辺。え、落ちるこれ。あ、落ちないね。大丈夫やね。一瞬焦った。そうそう、こうやってね、ちゃんと走れる場所を。よいしょ。鳥たちがいっぱーい。お、あれはキツネじゃないの？キツネ、て。くそ、動きが早い。あ、あっち、あっちか。もうちょっと？
お、あとちょっとじゃないの？あとちょっと、全然あとちょっとじゃねえ。え、びっくりするぐらいあとちょっとじゃないんやけど。あっちの方にもなんかありそうな感じが。あ、あれ？空飛ぶ謎の物体。映っとったやつやねん。うわぁ、なんかいつの間にか。いつの間にかチュチュに囲まれてるんですけど。どういうことよ。はい、木の枝、木の枝。なに、さすがに木の枝じゃ無理。いや、そういうわけじゃないか。はいはい、オッケー。なんかチュチュゼリーだいぶどっか行っちゃったけど。うわぁ、なーい。びっくりやねん。びっくりやね。スコープで覗きよる間に敵に囲まれとるっていう。攻撃もされるんかな、あれ。え、なにここ、なんかちょっと、なんかちょっとここの大地浮いてない？ね、なんか空中に浮いてる感じになってるよね、ここ。え、そういうことじゃないんかな。降り立てます？ちゃんと。あ、降りれる、降りれる。よし。到着。ん？あれはトカゲか？トカゲだな。トカゲトカゲ。ゴーゴートカゲかな？ゴーゴートカゲ。あ、あの辺バッタおりやん。こうやっ。なんだ、誰だ？ガサガサと音をさせて。え、自分かな、もしや。自分な気がしてきた。こうやってさ、なんかあの時必死こいて集めたバッタがね、その辺にいっぱい飛んでるっていうのはちょっと。いや、いいんだけども。あれ何？ああ、鹿か。鹿だわ。なんかこの辺敵全然おらんな。あれはキツネ、キツネだ。野生動物がいっぱーい。あ、今武器私何も持ってないやん。あぶねえ、あぶねえ。びっくりした、鳥。鳥。キツネ。キツネ、キツネ。私の食料。くそう。待って、どこだっけ。あの高台の上かな。ということは、ここからまたちょっとパラセールで。こっち側に。なんかめっちゃ冒険してる感。びっくりした。死んだ、死んだんじゃ、死んだんじゃないかと思ったよ、一瞬。危ない、危ない。なんかどこまでがさ、普通に走って登れるんかがよくわからんね。雨降りそうじゃない？これ。うわ、雨降ってきたって、雨降ってきたって。はい、滑るよ。ちょ、待って、そこの、横のあたりさ、休憩できん？あ、いや、雨やんだ？あ、やんだやんだ、よかった。とりあえず一旦ここで休もっか。この辺多分降り立てるやろ。そう、この辺。ふぅ。ほら、絶対あんなとこまで泳げんよね。さあ、雨が止んでるうちに、頑張って進むんだ、リンク。え、てか私、生きよるとかあっとる？あっとんかな？この上？この上よね。てか、私が目指しているのはこの上なんやけど。なんもなかったりして。もう通り過ぎてまーす、みたいな。ありそうじゃない？私。めっちゃなんか霧濃い。あー、また雨降ってきそうな感じの天気に。はい、降ってきたー。降ってきたよー。ここに来ての雨。自分の足音か。もうあとちょっとで着きそうなんやけどな。ね、あとちょっとで着きそうなんやけどな。あれは塔かな。青くなっとるけん、あっこは行った塔か。これでさ、こうやって見よるときにさ、なんか目の前にモンスターのアップとか映ったら怖いよね。ん？なんか。あっこの、ん？あれ祠よね。なんかだいぶ近くなった？気のせいか。なんか霧、
霧が出てきたけん、あれかな、距離感覚がわからんくなったんかな。なんかすんげえ近くなったように感じるんやけど。とりあえずこれ上に登らんといかんのやろうけど、ちょっとでも近寄れれば。あ、晴れてきたかな、晴れ間が見えてきたかな。やんでくれい。あ、やんだ、やんだね。よし、上がろう。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。